はい、皆さんトライアングルです。ということで今回なんですけど、こちらです。はい、久々にやりましょう。鬼殺隊、まあ、ちなみに、最強の鬼殺隊ですね。はい、ベリーヘルモードの鬼殺隊 VS、ベリーヘルモードの、上限の鬼で、ガチャ対決ですね。はい、ガチャで出た鬼殺隊と VS、ガチャで出た上限の鬼。久々にやると思うんですけど、今回一応、まあ、ルールとしては、上限側が1体で、こちら鬼殺隊、まあ、いっぱい増えたんでね、一応適当に、一応姫島さんをそれぞれそのお助けキャラじゃないですけどとして、姫島さんだけはあらかじめ1個ずつ入れてある状態で本当にもう見ずに、入れました。もう本当にどっちに何が入ってるかとかガチで覚えてません。まあ、ちょっと最後にお見せしましょう。で、3回ずつ引きます。で、鬼殺隊側はね、で、出たキャラクター VS、1回引いた上限で戦わせると。まあ、無惨様の塔の、なんて言えばいいんだろう。まあ、本当にガチャバージョンみたいな感じですね。まあ、ガチャバージョン、うん、そうだね。その、なんて言えばいいんだろう。もう、まあ、とりあえず見せようか。はい、こちら。中身は一応、黒脂肪は入っておりません。理由としては、黒脂肪は姫島さんが2体出ようが、その、3体じゃ絶対勝てない。ので、分かりきってる。かといって、黒脂肪が出た時だけ5回ねっていうのはちょっとなんか違うかなと思うので、だから黒脂肪はもう今回はなしで。もう絶対、鬼殺隊3体の上限1の、もう確定でいきます。で、新しく泣き目も追加されたので、はい。まあ、どうなるのかなっていう感じ。まあ、多分3体で勝てない組だと多分、まあ、キャラクターにもよるからね。ドーマ、赤座とか。だけど、まあ、姫島さんとか、品津川さんとかが出たら、まあ、全然勝てるとは思うんですけど、もちろん、かなおちゃんとか、その、かなえちゃんとか、しのぶさんとか、まあ、いのすけもそうだし、まあ、ちょいちょい、まあ、その、勝ちづらい、ね、その、勝つのに苦労するっていうキャラクターもいるから、まあ、いい感じになるんじゃないかな。とりあえず僕は鬼殺隊側で。で、3試合やります。3試合やって、2勝したら、まあ、勝ちという形にさせていただきます。では、まず、じゃあ、大切なのは上限だからこっちから行こうか。まず、1回戦の相手。相手というか、1回戦目。どっちでもいい、どっちでもいい。いきます、じゃあこっち。はい！あら、あーでも、かなえちゃんまだいいや。オッケー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 。まあ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 。では、2体目。じゃあ、相手もう一回こっち。いや、こっちでいこう。こっちで。まあまあ、順番に行きましょう。はい！ちょっと待って！かなえちゃんと、ひのすけはまずい。いや、でも、海学か、牛太郎引けばいいから。海学か、牛太郎引けば、大丈夫、大丈夫、大丈夫。まだいける。まだいけるかな。いきます。どっちがいい？じゃあ、もう一回こっち行きます。はい！あ、やべえ。やばい、ちょっと待って。これは今回ちょっと待って、予想外。1回戦目入って、じゃあ次上限。これはでも、海学か牛太郎だったらいける。はい！あ、抱き目？あー、やべえ。めっちゃいい勝負かもしれない。これわからないね。いい勝負ですね。では次、行きましょう。じゃあ、今度こっち。はい！おー、道勝！強いでござるよ。これは強いでござる。じゃあもう一回こっち行きましょう。はい！あー、善逸か。あ、善逸は強い。え、待って、強い組じゃないこれ結構。はい！あー、勝ちかもしれない。あ、でもわかんない。赤坂か銅馬だと終わる。いきます。はい！あ、増悪点。いやー、でもこれわかんないな。でも姫島さんでしょ？さすがに。いや、でもわかんないか。竜を出してさ、増悪点って常に雷出すんですよ。それがあるから、増悪点めっちゃ強くなったからね。あの、ベリーヘルモードで。いや、これマジでわからん。いや、いい勝負するんじゃない？全体的に。まあ、泣き目はわからない。本当にどんな感じになるかマジでわからない。から楽しみ。では、もうどっちを何回引いたかとか覚えてない？どっち姫島さん出たっけ今。こっちから姫島さん出た？え、覚えてない？やばい！まあ、いや、こっち行こう。はい！あら、あ、この色はまずいですよ。あ、直っちゃいまずい。ちょっと待って。え、どっちから姫島さん出たっけ今。やべえ、覚えてない。え、多分こっちから出たよね。え、ちょっと待って、え、あれ、え、やばい、覚えてない、こっちから、はい、やばい、どちらどちら、やばい、くそ、覚えてけば、待って、道勝をこっちで引いた、善逸こっちで引いた、道勝で、姫島さんもう一回、え、もう一回引いたっけ、やべえ、覚えてない、こっちにしよう、多分こっちだと思う、こっちから出たはず、はい、ふー、あー、でもまあ、篠塚さんいいんじゃない、悪くない、ちょ、あとで見よう、これ、どっちに姫島さん入ってたか、では、行きます。赤座とドーマが残っております。あーい！あ、逆、あれめっちゃすり抜けたな。
でもいやすり抜けたけど、堂間と赤座すり抜けたけど、海学牛太郎はすり抜けなかったから、まあいい勝負なのか。えんで、ちなみに姫島さんは、あーこっちだった、あとちょっとだった。あー、しかもイグロさん強いじゃん、鬼相手に。あー、こっちそんな引いてなかった。炭治郎いたか、炭治郎、煉獄さん、そう煉獄さん強くなったね。うずいさん、あーこっち結構強かったんだ。じゃあ、あーこっち側強めだったかもね。まあでも品塚さんが確かこっちから出たっけ、どうだったっけ、ちょっと覚えてないの。まあいや、ダメだ。よし、行きましょう。ではではまず1戦目、かなえちゃん、伊之助、カンルンさん VS、泣き目になります。これ本当に分からん。伊之助、カンルンさん、泣き目。さあ、果たしてこれどうだ。問題は、遠距離キャラが多分いない。あー、でも当たってる。でも当たってるけど、でもよ、自動回復が追いつくんだよ。ほら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 。だからその間にかなえちゃんとかカンロジさんと伊之助は倒すことができ、倒しきれるのか、このダメージを受けてる状態で。まあでも言うとね、その鬼滅の刃キャラクターって基本的にこの呼吸ダメージ以外はそんな、あの通常攻撃とかには強いから、落下ダメージとか、だからそんなに落下ダメージは多分受けてない。だから受けるとしたら、あの泣き目のふすまバサミだっけ、それで多分ダメージを受けてるから、それがどんだけのダメージなのかっていうところがすごい、いやー、でも泣き目残り111、いいんじゃない、倒しきれ。これ今回鬼殺隊応援だからね。いや、これ甘露寺さんがめっちゃ頑張ってくれてる。かなえちゃん、 かなえちゃんかなえちゃん、めり込んでない、かなえちゃん、ちょっと待って、かなえちゃん、かなえちゃん、君めり込んでないか、かなえちゃん、あ、来た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 、かなえちゃん、かなえちゃん来てください。出勤の時間です。あー、伊之助さんも、皆さん、皆さん出勤の時間でした。みんな、みんな出勤してきたね、こっから。遅刻遅刻みたいな感じで出勤してきたわ。あー、64、なるほど、64でかなえちゃんが64、伊之助がやられた、やられないよね多分。でもいないわ、やられたのか。ということで1戦目はありがたいことに勝利です。では次2戦目いきましょう。2戦目これわかんない、マジでわからん。ここはちょっと楽しみ、いきます。でも善逸がね結構強いから、さあ、これこれこれ、ちょっと離れましょうか。これかなり見づらいから、こんな感じで雷を常に打てるんですよ。ほら、ほぼほぼずっと雷を打つ状態だから、攻撃力が異常なほど高い。でも姫島さんも常に呼吸し続けるから、やっぱりね、ゾワクテは攻撃力高い代わりに防御力が異常に少ないっていうかね、かなり打たれ弱いのはある。攻撃力にかなり全振りしてるから。いや、でもこれ蚊の雷の量やばくない、これ。あ、ドラゴンがでもこれで終わった、ドラゴンが終わったから、ちょっと攻撃がやむかなと思うんだけど、今のところ姫島さんが残りたる99、そして、道数が6。さあ、ここで雷がもう一度来た。この雷の応酬やばすぎる。善逸がもう完全にもう考えるのを止まっている。もう完全にちょっと逃げちゃってるけど大丈夫、善逸やばい、これはもう2対1になってる実質。あとでちょっと善逸と、おーん、さあ結果は鬼殺隊の勝利だが81、29。いや、やっぱ強くて強いよ、この2人相手にこんだけダメージ減らして、かつ、まあ、善逸にもね61っていうダメージ与えてるから、やっぱゾワクテンはあれだな、全体攻撃ができるから本当に重宝する上限の鬼だと思う。強いよゾワクテン、ゾワクテンということで、では次ギョッコですね。よし、それではここでいきましょう。ここだったら多分大丈夫だと思います。さあ、これがね、ギョッコがやっぱりね、ツボの移動がもうちょっとなんだろう、範囲が狭まってくれたらちょっと塔とかでも戦いやすいっていうか、むしろなんかブロックをすり抜けないみたいな感じだったらね、いいんだけど。さあ、そして止まってしまう、大丈夫か。いや、でもこれもうこの時点でもうギョッコが体力100ぐらい食らってるってことは、まあ厳しいか。さっきの増白点で勝ち切らなきゃいけなかったのかな。まあでも一応ベリーヘルモードだからね、ギョッコも強いとは思うんだよ、この第2形態から。でも一時期ギョッコがね、ヘルモードの時のギョッコはめっちゃ強かったんですよ。やられた時に体力がマックスにから戻って、待って逆転あるかこれ、待って、第2形態からずっとぴょんぴょんしてない、心がぴょんぴょんするんじゃずっとしてるよ、待ってずっと飛んでる、これは
え、大逆転あるぞ。なに、玉子のため、あー惜しい。いや、なんでいつの間にか僕上限を、まあ勝ってたから多分上限を置いてた。あ、でも白塚さん体力ほぼマックスだったね。いや、でもずーっと常にあれずっとぴょんぴょんし続けたね。やっぱりベリーヘルモードと一緒で。はー、はい、ということで、ごめんねみんな。ということで今回鬼殺隊ガチャ VS 上限の鬼ガチャでやってみたんですけど、まあ赤里ドーマがいなかったっていうのもあって、まあ鬼殺隊側が 3-0 で勝利しました。まあ結果的に 3-0 だったら、まあ牛太郎と海賀が出てきても一緒だったから、実質的にはじゃあドーマと赤座が出てこなかった上限が運が悪かったっていうことになるのかな。まあでもやっぱりキャラクターが3もう3対1じゃ勝てないぐらいになってきたのかもしれないね。前まではさ、その結構上限と鬼殺隊って結構差があったんですよ。そのまあベリーヘルモードってのはあるんだけど、通常の鬼殺隊のガチャでこれやった方がいいかもしれないね。ガチャというかベリーヘルモードじゃない通常の鬼殺隊のモッド、よくねオルカさんが配布されてるモッドでやった方が3対1でちょうどいいのかもしれない。ベリーヘルモードだとどうしても一斉に3対1だとその圧倒的に上限が不利なのかもしれないので、またちょっとね通常のモッドの鬼殺隊ガチャとかもちょっとやってみたいと思います。はい、ということでじゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。じゃあ皆さんお疲れ様です。バイバイ。